スウェーデンのガムラウプサラの紛糾母群紛糾ボは一般に上に土あるいは石を積み重ねて丘のような形とした紛母を言う。紛糾はかマウンド、ドマンジュなどと呼ぶこともある。世界の様々な地域にある。なお、石像の四角錐状のものは特にピラミッドと呼ばれ紛糾ボとは区別される。日本でも弥生時代から 現代の寮母に至るまで作られている。特に古墳時代の古墳は発展を遂げた。なお監修上、古墳時代のものは墳丘墓と呼ばれることは少ない。古代の王あるいは権力者が巨大な墳丘墓を築いた、例がよく知られるが、庶民が葬られたと思われる小型の群衆墳などもある。また墓に限らず記念物あるいは宗教的な目的から作られた同様のものもある。 日本弥生時代の墳糾墓及び古墳時代に発展を遂げた古墳が代表的。東北地方と北海道西部では7から9世紀頃末期古墳が造営されている。朝鮮三国時代にくだら、白ら高栗ウ野で作られたものが知られ、特に有名なのは慶州にある白木ぎ応募軍と高栗古墳軍である。 高栗古墳の影響を受けたと思われる関石塚は日本の一部の古墳でも知られ、日本の古墳には白木などの古墳と共通の副葬品を出土したものもある。また、日本式の前方後円墳らしいものが韓国南西部でも見出されている。中国旗はじめ皇帝領が有名。青銅器時代、鉄器時代に多数作られ、クルガンと総称される。 西度期時代初期のロシアウクライナ周辺のクルガンについては原因土曜ロッパ民族のものとする説がある。ブルガリアか残落とスベシュタリにあるトラキア人の墳墓が有名。マケドニアベルギナの墳墓、一説にはマケドニアをピリッポス二世のものという。アナトリア巨大な墳丘墓が多数知られるが、中でも特に巨大なものとして知られるのが次の三つである。新石器時代から、 鉄器時代にかけて多数の紛糾墓が作られた。先手ヨーロッパにはまたドルメン、メンヒルその他の巨石記念物も,も多く作られた。北欧ではキリスト教家まで紛糾墓が作られ、特にスウェーデンのガムラウプサラの巨大な王墓が有名である。イギリスでもアングロサクソン時代にこの影響を受けたと考えられるものがある。アイルランドでも独自の紛糾墓が キリスト教系以前に作られた。新石器時代以降の紛丘墓が多数知られており、これらを作った人々はマウンドビルダーと呼ばれる。特にミシシッピ文化で大型のものが多数作られている。カホキアを参照。ありがとうございます。